皆さんこんにちは、チョコバナです。今日はですね、EXILEトライブステーションでお買い物をしました。と言いますのも、10月の8、9、10だっけに、ドームでね、3代目のライブがあるんですけど、それに行こうと思ってるのね。リセールが出たら行こうと思ってるので、それの参戦グッズだったりとか、あとはリトルに頼まれてたものだったりとか、あとはランダムグッズだったりとか、いろいろ買ってみたので、こちらを開けていきたいと思います。今日着てる T シャツ可愛いなって思ったと思うんですけど、こちらぽちゃんこの秋冬服なので、近々発売されますので、ぜひ、お買い求めください。可愛いです。スウェットです、これは。1万円分くらいかな買いました。で、ちょっと他にも悩んでるものがあったんですけど、とりあえず予算オーバーしそうだったから今買おうと思ってたもんだけ買って、あとはトラステにちょっと行こうかなって思ってる。オープン、じゃらん。じゃあ1個ずつ見ていこうかな。あ、まずねこれついてる、この間やった3代目のガチャガチャなんですけど、リュウジくんのさあれだけが見たい。クリアチャーム、あった。おっきいこれ。ででーん。あ、で、なんかこれ土台みたいな感じで別付けかと思ったら、こういう普通の、こういうやつだ。こういう柄か。へー。画質もまあいいですし、とてもいいグッズだと思います。クリチャ実写でできるなら実写でいっぱい出してほしいね。よかった、これ当てられて。あとはダブルオミくんのこの付箋ね。これちょっとリトルに送りたいと思います。ガンさんのチェンジング缶バッジだ。なんかこの青シャツ着てるの見るとあれ思い出すわ。砂の塔。どういう内容かちょっと忘れたけどさ、ガンさんでやったやつ。じゃあ買ったもの紹介していきます。まずはこれ。じゃじゃん。フラッグ買いました。欲しかったし、会場で買うのもさ、結構並ぶの嫌だなと思って。昔はさ、タオルとフラッグだけ会場内で販売してたんだけど、コロナでやめたのかなわかんないけど。最近ないんだよね、会場内販売が。めっちゃ可愛い。キラキラ。すんごいギラギラなんだけど、めっちゃ可愛い。超好きなんだけど。超可愛い。で、後ろはね、そんなキラキラとかじゃなくて、しかも透けてんの。ほら。ちょっとよくわかんない素材が。だけどめっちゃ可愛い。いいな。キラキラフラッグいいな。で、棒のところにね、10周年記念のアニバーサリーロゴみたいなのが入ってますね。今回のツアーが終わったらさ、オミくんも活動休止するとかさ、わかんないけどさ、ファンとしてはちょっとそわそわしてるんよ、私は。もう3代目見れないのみたいな。なんか一時期さ、3代目がさ、解散するみたいな噂が流れた時あったじゃん、何年か前に。その時も本当に活動が1年くらい、休止しますとは言わずになかったのね、グループでの活動が。リュウジくんもなんかアメリカとか行って、なんか音楽のね、お勉強かなをしたりしてたから、どうなのかな、ソロになっちゃうのかなって思ったけど、再出発してくれたし、今回もお休みの期間を経て、戻ってきてくれることをめっちゃ願ってるんだけど、ちょっと怖くもある。で、もう一個これ、サポーターズ本を買ったんですけど、こんな感じで裏にメンバーの名前書いてあって、表はこのロゴのやつ。フラッグだけで行く予定なんですけど、もしかしたら、2枚買って、1人誰か道連れにするよ、かもしれないので、友達を。友達と行った時用に、これを買っときました。次が、これもあったわ。ガチャガチャで引いた時のタオルもあった。なんかちょっと少ないなと思ったんだよね。タオル忘れてたわ。ゼロのやつなんかちょっと、画質若干荒いけど、これはハンカチとして普通に使いたいと思います。で、あとは、メンプロ行くメンプロ。オミくんのメンプロを買いました。これはちょっとリトルに送りたいんだけど、匂い嗅ぎたいんだよな。でもやめとくか。これリトルに買ったんで、リトルに送りたいと思います。思いのほかね、サイズ感はね、いい感じの、手のひらサイズっていう感じですね。クレルナンのロゴ入ってるだけでさ、めちゃめちゃ高級感出るよね、なんか。で、お部屋に置いといても可愛いし、オードトワレだから日常使いできるし、めっちゃいいなって思う。開けちゃうとさ、これがパカってなっちゃう恐れがあるから、配送中にやめときます。開けようと思ったけどやめる。で、次が鏡買いました。ジェネの少年クロニクルの時の鏡で失敗したのよ。なんか結構ちっちゃい、こんぐらいちっちゃくて、これの半分ぐらいのサイズ感で、鏡の面積も結構ちっちゃくて、これ5つかみたいな感じの鏡だったので、今回ちょっと迷ったんだけど、この総ロゴが可愛かったっていうのプラス、サイズ感を見たら、あれ？小黒より大きいんじゃねと思って買ったらちゃんと大きかった。日常ではさ、コスメについてる鏡を使っちゃうんだけど、大きい鏡だったらいいなと思って買ったら大きくて、ほんと超満足してる。でね、ここに JSB って書いてあって、立ててこうやって使えるの。しかもさ、めっちゃサイズ感良くない？超いいわ。で、今までのライブのね、ロゴが入ってるんですよ。これがさ、なんかこう、アニバーサリー感があって欲しかったんですよ。で、タンブラーとかもあったんだけど、タンブラーがね、売り切れちゃってて、タンブラーあったらタンブラーも欲しかったんだよね。大切に使いたいと思います。あとはもうランダムだ。ね、これが、フォトキャンバスフレーム1個と、あとこれがラバーキーホルダー、キャラクターのやつだね、を1個と、缶バッジがね、5個買いました。なので、これをちょっと開けようかなと思います。何から開ける？まずじゃあこの5つあるから、この缶バッジから開けようかな。ゆうじくんか、おみくんが来てくれたら嬉しいなって感じではある。久しぶりだな。開封。そもそもトラステで買い物するのが久しぶり。いきまーす。せーの。じゃん！あ、ロゴじゃない？ロゴ。今回のツアーのロゴだ。こんな感じ。よきよきよき。ん？なんかちょっと赤いの見えたんだけど、ゆうじくんかな？いきまーす。せーの。じゃん！リュウジくんっていうか、リュウジくんの虎、リュウジくんの虎じゃない、リュウジくんライオンリュウジくん出た、嬉しい、めっちゃ。ハマチ。そう、このキャラクターがこのラバーストラップに多分なってるんだよね。ラバストもめっちゃ可愛いんだけど、なんかさ、最近さ、なんだっけ、キッズなんたかダンスみたいなさ、キッズ&スクワットみたいな、なんか、またキャラクター違うの出たじゃん。あれさ、どれがさ、誰だかさ、よくわかんないんだよね。調べろって話なんだけど、次はちょっと見えなかった。せーの、じゃん！お、あ、リュウジくんだ！待って。ここに来てすごいよ、リュウジくん。リュウジくんのネームですね。しかもこのネオン缶みたいなのかわいい。ちょっと待って、全体像がみたい。あとね、リュウジくんのね、サイン缶だけだ。あ、サイン缶バッジ欲しいな。でもさ、今日5個しか買ってないからさ、さすがにこれでリュウジくん来たらさ、もう私のためのさ、ボックスでしかないんよ。さすがにないか。あとはじゃあ、オミくんだな。目標はこのキャラクターのさ缶バッジはさ、ちょっと何個かあっても絶対さ可愛く飾りそうな気がする。いきます。4つ目です。せーの。あ、ケンちゃんかな。ケンちゃんよな、多分。このサイン分かんない。こんな感じ見えるかな。ケンちゃんのサイン缶バッジです。いいやん。リュウジくんとケンちゃんのコンビも結構好きなんよな。リュウジくんのことを可愛がってくれるケンちゃん感があって、すごい結構好きなんですけど、じゃあ最後開けていきたいと思います。最後はちょっと全然見えなかったんで、いきます。でもリュウジくんもう2個出てるから結構満足してるとこはある。いきまーす。せーの。タラン。お、ロゴだ。青さんのロゴが出ました。というわけでこんな感じ。え、よくない？めっちゃ。リュウジくん2個出たんだけど、最近来てる気がする。ここに来てリュウジくんとちょっと仲良くなってる気がする。マジでまだ販売期間終わらないと思うから、もうちょっと期間はね、ちょっとこれから中目に行く用事とかもちょこちょこあるので、中目行ったら2、3個買って開けたいと思います。というわけで、どっちから開けようかな。ちょっとこっちさ、実写だからこのキャラクターの方から開けようかな。キャラクターの方は本当に誰が出ても可愛いみたいなとこあるからね。正直これはちょっといっぱい買おうか迷ったんだけど、とりあえず1個だけ買ってみた。柄は見えないけどさ、可愛い感じのジェネケンの時の感じだから。じゃあちょっと開けますよ。じゃじゃん。これは多分パカリってやったら誰が出てくるかって分かる感じだと思う。ここをね、パカリしたら。いきます。こんな感じでさ、その台紙がめっちゃ可愛い。いくよ。せーの。タラン。あ、これ誰だっけ？パペユニちゃんの、あれだ。可愛いめっちゃ。直樹さんのキャラクターだよね、多分。こんな感じ。結構おっきめだ。可愛い。これまあ誰出てもよかったから。いいかも。てかなんならさ、リュウジくんとかオミくんはさ、ちょっと怖めのキャラクターじゃん。狼とかさ、ライオンとか。一番可愛い。まあ、ガンちゃんのやつも可愛いけど、一番可愛いキャラクター出た気がする。よし。というわけで最後、こちらのフォトキャンバスフレームなんだけど、これ全9種？集合2個あんのか。集合か、リュウジくんが欲しい。まあ、オミくんでもいいんだけど。本当に集合が来たらちょっとエモくて泣いちゃうと思う。ちょっとこの夕暮れの集合の方が欲しい。触り心地的にはちょっと、わかんないですね。本当に欲しい。ちょっと待って、集合本当に欲しいんだよね。いくよ。せーの。来た。ちょっと待って。嬉しい。めっちゃ嬉しい。ちょっと待って。一番欲しかったやつ来た。1個で。やばくない？これが一番欲しかったやつで、なんかね、3代目がね、こっち向いてるバージョンもあるの。お顔のバージョンもあって、これが後ろ姿バージョンなんですよ。まあ、どっちでもよかったんだけど、このさ、夕日の感じエモいじゃん。これはちょっと欲しいなと思ってたから嬉しい。マジで嬉しい。こういう感じでこう立てられるんだよね。こんな。めっちゃ嬉しい。嬉しい。ちょっと待って、本当に嬉しいんだけど。もう本当にこれはもう満足。なんかね、これね、リュウジ君とか出なかったら、なんかさ、ワイはさ、開封でさ、ナオトさんと仲いいから、ナオトさんとか出るんだろうなと思ってたのね。いや別にナオトさんが、嫌だとかじゃないんだけど、推しは出ないのかなと思ってたの。だから、何個か買おうかなって思ってたんだけど、やっぱ1個にこうかけた願いが、届きました。3代目に。ありがとう。本当に楽しみなんだよね、ライブ。ああ、もう久しぶりの3代目だし、本当に超遠くてもいいから、今回の瀬戸りだけは逃したくないなって思ってます。はあ、楽しみ。めっちゃ楽しみになってきちゃった。どうしよう。まあ、ドームなんでね、人も結構多いと思うので、感染対策はバッチリしていきたいと思うんですけど、本当にちょっと楽しみで、ちょっとそわそわしてる。なんか参戦服とかもさ、どうしよう、何着ようってなってはいるんだけど、ちょっとまだ何も決めてないんよ。で、まあ、Vlog とかも、まあ、撮れたら撮ろうかなって思ってる感じだし、Get Ready With Me とかも、撮れたら撮ろうかなって思ってるので、ちょっと3代目のライブ関連が、もしかしたら出るかもしれないんですけど、それも楽しみにしててほしいなと思います。今のキャンバスのやつでさ、めっちゃさ、楽しみボルテージがさ、ボーンってなったんだよね。ちょっと嬉しい。楽しみというわけで、今回は約1万円分買ったんですけど、もっと買えばよかったって思ったんよ、注文した後に。絶対わい、そんなさ、1個で出るさ、あれないじゃんみたいな。神様ありがとう、本当に神様ありがとう。今回ちょっとリュウジ君のメンプロが買えてなかったり、そう、リュウジ君のメンプロ迷ったんだよね。LDH 系のさ、こういうブランケットめちゃめちゃあるから迷ってんのよね、今。だからとりあえずトラステに行こうかなって思ってるから、まあその時もね、誰と行くかとかもまだ決まってないし、もしかしたら一人でブラブラするかもしれないので、この Vlog とかも撮れればと思うので、舌が全然回らない。ちょっと嬉しすぎて舌が回らん。まあってことで、関連の動画もね、楽しみにしててくれたら嬉しいなと思います。ツアーがまだ終わってないので、多分東京が最後かな。なので、まだトラステでもね、オンラインショップで買えるので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。